混沌の神カオスと戦うため、私たちは調和の神コスモスから力を与えられた。コスモスの力、それは使うことのできない神の力、私たちの中でまだ眠っている。この力は戦いを経ることで私たちの意志に馴染み、やがてクリスタルに形を変えるのだという。クリスタルを得ることで、私たちコスモスの戦士は神の力を手に入れることができる。カオスの戦士たちと戦い、クリスタルを得て混沌の神カオスへと挑む。その思いを胸に、私たちは皆再び戦場へと戻っていった。しかし、そんな私たちを待ち受けていたのは、思わぬ新たな敵の出現だった。戦いだった。